ハリー・ポッターの面白さっていうのは、ハリーが素晴らしい青年ではなくて、人間のクズだっていうことだと思うんですよね。<laughs> その人間のクズを紹介しましょう。ハリー・ポッター君。これがですね、ハリー・ポッターの、まあ、魅力なんですよね。なぜ4人の魔法使いが学校を必要としたのか。イギリスの歴史と関係してて、流れがあるんですよ。ハリー・ポッターと映画を100%楽しむにはですね、ちょっと見逃せない重要なシーンなんです。なんでハーモニオには友達がいなかったのか。なんでロンの家は貧乏なのか。 ルシアス・マルポイが彼らに投げかける視線とか態度とか言葉でですね、実は読み取れることが分かってきました。こっからこの表情の差ですね。まあこのバカにしている感じ、口の端がですね、ほんのちょっと上がってるだけのこの演技がすごいいいですよね。作者が思ってることは全部小説の中に書いてるのかと思ったら、そうではなくて頭の中にまだいっぱい設定があって、綺麗に整合性が取れてる。ハリー・ポッターとカソリックってやっぱ相性悪いんですよ。今まで何度もですね、カソリック教会ですね、ハリー・ポッターは子供に読ませ ハリー・ポッターと賢者の石です、ねあの。ハリー・ーポッターシリーズのです、ねまあ、映画版の記念すべき第一作。 僕はあの、ハリーポッターは原作を読んでたので、まあ映画化されるのをすごい楽しみにしてたんですよね。でただもう原作読んでた時からちょっと気になった部分があったんですけども、映画の方でですね、それがはっきり描かれてたので、ちょっとあの、ひねくれた見方になってるんですね。僕なりのまあ言い訳ではないんですけども、このひねくれた見方って割とね、イギリス人の普通の見方なんじゃないのかなと思うのでですね、今日はその話をしようと思います。でハリーポッターがですね、映画になって、 でからよ,よりはっきりした子供向けのですね、よくある魔法のじゃないというふうに気が付いたのは、劇場版第一作の、まあ、賢者の石ですね、の最初あたりですね、あの、ハリーがですね、まあ、ダーズリー家というところにも世話になってるわけですね。あれ、お母さんの妹だったかな、おばさんのところにですね、世話になってて、で、一緒に動物園行く。まあ、ダーズリー家にはですね、あの、ダドリーというですね、まあ、太った めちゃくちゃいじめっ子みたいな嫌な子供がいてですね。でまあ、その子だけ可愛がられて、ハリーはですね、その階段の下に住まわされててですね、まあ、かわいそうな境遇というですね、まあまああるあるな感じなんですよ。で、そのダードリーの誕生日だというふうなことで、えー、一緒にですね、動物園連れて行かれるわけですねで。動物園行った時のシーンでですね、ハリーがあの、ヘビと会話してたんですね。まあこれも、 後々になって、あの、すごく大事な設定になるんですけども、ハリーが蛇と会話できて、お前も逃げたいよな、っていうふうなことを話していると、そこに、さっき話したですね、いじめっ子のあの、不登場ダドリーがですね、あ、どけよっていうふうな感じで針を突き飛ばします。で、ハリーがすごいすっ転ぶんですね。で、ハリーがすっ転んでですね、まあ、めちゃくちゃこう、怒った顔をするんですよ。で、めちゃくちゃ怒った顔をするとですね、ダドリーの前のガラス、ここに本当は正面にガラスがあるんですよ。 このガラスが一瞬して消えてしまって、このダドリーが檻の中へバチャンと落ちてしまう。こんな感じで,ですね。ダドリーが、ね、檻の中のまあ水の中へバチャンと落ちてしまう。まあ、巨大な蛇の色檻の中だからめちゃくちゃ怖いんですね。で、それを見たで、ハリーがですね、まああの、嬉しそうに笑うわけですね。<laughs> ハリー心の底から笑うっていうふうにですね、僕は自分のあの写真のキャプションに書いてるんですけども、最初にですね、映画見た時にこのシーンにびっくりしたんですよ。ハリーの腹の底から嬉しそうなですね、顔に笑う。あのだって、 ハリーの役者さん、ダニエル・ラドクリフだったかなめちゃくちゃ可愛い男の子なんですよ。あ、よくこんな可愛い男の子です。ハリーやってくれた。あ、ロンも、ロンもぴったり、イメージぴったり、ハーバーイオンやってもイメージを超えるぐらい可愛い。この3人の可愛さが抜群だったのにですね。この なんだろう、人が、あの、えげつなみに会った時にですね、心の底から嬉しそうに笑うのです、ね、びっくりしたんですよ。日本映画とかアメリカ映画でもですね、こういう時主人公は心配する顔をするんですね。まず心配そうっていうか、まあ不安そうな顔をしてですね、で、さらにダドリーが、何やってんだ、ハリー、俺をここから出せよみたいなひどいことを言った時にですね、それで失敗してもう一回転んだりしたらですね、やっと、 笑うっていうのが、まあ、この辺が定番なんですよで。しかしですね、このハリーポッターシリーズではですね、主人公ハリーはですね、自分をいじめた者がひどい目に遭うとですね、ま、もんでむように嬉しそうに嬉しそうに笑うんですよね。えー、例えばですね、これあの、ハーリーがですね、まあ、すげえ怒ってる。そうするとですね、ダドリーがですね、外に出れなくで。外に出れないでガラスをどん,どんどんどん叩いてる。で、ママーって呼ぶんですよ。 で、ママって呼んだらママが来てですね、もう息子がですね、檻に閉じ込められて、もう、あの、お母さんもどうしようもないんですね。で、両側からですね、ガラスを叩いてですね、あど,どうすればいいのどうすればいいのって、結局これね、出れないんですよ。 あの、落ちがない。あの、多分、その、シーンが終わってから助けてもらったんでしょうけども。で、その時にですね、ハリーがですね、またもう心の底から嬉しそうに笑ってるわけですね。ダドリがどうやっても出れない、出れないよとかって言って泣き出しててですね、お母さんもパニックになった時にですね、この無邪気な笑顔でものすごく笑うんですよ。でね、 このハリーのですね、この無邪気に嬉しそうに笑うというかですね、第1作目だけじゃないんですね。第2作目もそうなんですよ。第2作目のですね、ハリーポッターと秘密の部屋っていうのがあってですね、ハリーのですね、身の危険を告げるですね、あの、ドビーというですね、えー、屋敷しもべというですね、まあ妖精みたいなやつですね、まあぶっさな妖精みたいなやつがですね、ハリーの家に来て、ハリーにいろいろ喋るんですよね。ところがハリーは静かにしてなきゃいけない。 お世話になっているですね。ダーズ・リー家のお父さんが、俺の人生最大のね、取引がこれからあるから、とりあえずハリー、お前は自分の部屋に行って静かにしろと。もともとハリーはその部屋の中で袋が頬頬泣いててうるさいから、 あの、怒られてたんですよね。で、袋を外へ遊ばせてくれたらちょっとでもって言ったら、ダメだと。とにかくこれからすごい商談があるんだからってことでですね、ダーズリケのお父さんを言うんですよ。ハリーですね、部屋に閉じ込められた。で、さあ、偉い人とですね、その奥さんが来たという時にですね、屋敷しもべのですね、ドビーっていうのが来てですね、まあ、ハリーとやり取りするんですね。でしかし、ハリーはそのやり取りがうまくいかなくてですね、まあ、ドビーはですね、どんどんどん,どん音を立て,てしまう。 いろいろあったせいで商談は大失敗してですね、ハリーは怒られてですね、部屋に閉じ込められる。このままではホグワーツの新学期に行けないという時に、親友のですね、ロンがお兄さんが運転すると、その車で運転して来てくれるんですよね。運転して来てくれるんですけどもですね、まあ、ハリーは窓から逃げるしかないで。窓から逃げる。そこをダードリーさんに、ダードリーさんに見つかってですね、ダードリーさんってですよ、その魔法が嫌いなんですね。もともと奥さんの そのお姉さんですね。ハリーのお母さんが魔法の道に行ったときに道を踏み外したというふうに思っててですね。まあ、他にもいろんな事情があるんでしょうけども、映画の中では語られません。とにかく、ハリーが魔法使いになるのも嫌だし、だからといってハリーになんとか普通の教育を受けさせようともしない、まあ、土うもない親父なんですけども、とにかくハリーの邪魔をしてですね、ハリーが空で車に乗らさようにして引っ張るんですね。で、引っ張り合ってるうちにですね、まあ、こんな感じですね。この一番上です。 空飛ぶ車にですね、乗るのを邪魔しててですね、ダーズルさんはですね、上からですね、落ちてしまうんですね。で、ガシャーですね、下に落ちてしまう。で、さて、それを見てるときのですね、あの、車の中で見てるときのハリー、ここですね、ハリーのこの嬉しそうな笑顔ですよね。もうあの、ハリーってやっぱりね、こういう人なんですよ。あの、なんていうのかな、あの、 僕はね、あの、ハリーポッターの面白さっていうのは、ハリーが素晴らしい少年、素晴らしい青年ではなくて、人間のクズだっていうことだと思うんですよね。あの、人間のクズってやっぱ他人の不幸を心の底から呼べる、喜べる人間のクズだと思うんですけど、いじめられてるんですよ。確かにハリーは。かわいそうなんですよ。いじめられてるときはあんなに苦しくて辛かった。だから、ひどい目に遭った人の心が人一倍わかるはずなのにですね、その、 いじめられた心の痛みを忘れ、自分がいじめる側とか、あとは、ね、立場が強い側に回ると、心の底からですね、嬉しそうな顔ができる。人間のクズ。そうですね、その人間のクズを紹介しましょう。ですね。えー、ハリーポッターくんって言うんですけどもですね <laughs>、えー、第1作目の時のクズの顔、第2作目の時のクズの笑顔、ちょっとアップにしてみましたけどもですね。あの、これがですね、ハリーポッターの まあ魅力なんですよね。ええー、まあこういうのをですね、普通っていうふうに考える人もいるんですけども、そんなことないですよ。他のですね、映画見てください。他のテレビドラマ見てください。こんなふうにですね、主人公が振る舞うのってすごく珍しいんですよね。ここまで人の不幸っていうのを足ざまに笑うっていうですね、 ヒーローっていないは、普通一回ためらって、もう一回言いますけど、そいつがさらに何かしてから、ちょっと、まあ、笑ってしまうというような感じやるんですけど、ハリーポッターってね、やっぱ7作品を通じて、この性格の崩さは変わらないんですね。 で、ハリー・ポッターだけでなくてですね、基本的にこの映画に出てくる人って、例えばそのダンブルドア校長からですね、マグロナカル先生からですね、ハグリットンに至るまでですね、みんな自分が好きなものは平気でですね、ひいして、で、自分の嫌いなものは平気で差別する。それはもうスナイプ先生にしてもですね、自分のスリザリン業は平気でひいして、で、自分が嫌いなグリフィンドールやハリー・ポッターに関しては平気でですね、いじめるというですね、人間のクズしか出てこないというですね、これあの、 前にも話したですね、機関車トーマスと同じ構造なんですね。イギリス人のですね、メンタリティにバッチリ合ってると思うんですけどね。あとですね、このシリーズの見どころ、今人間のクズって言っていたんですけども、大人の愚かさっていうのもですね、ハリーポッター山盛りなんですよ。例えば、第一作ではですね、その賢者の石っていうマジックアイテムが出てきます。あの賢者の石っていうのが、まあ、その、絶対に守らなきゃいけないんですけれども、それを守るのに関して、 ボルデモードっていうですね、悪の魔法つけが狙っているという情報を得てですね、ハリーポッターとかが忠告に行ったらですね、先生たちはですね、みんなとにかくあなたたちは手を出してはいけないとか、お前たちが心配することではないというふうにですね、基本的に冷たいんですよね。判断が悪い。で、そのくせですね、最終的にこの問題を解決してくれたのはハリーポッターたちなんですけどもですね、なんかあの、 それに関してはまともな感謝もないんですね。ちょっと褒めるだけなんですよ。で、このあたりですね、すべては人類補完計画のためと言い張りながらですね、何一つまともな判断ができなかったですね。で、結局ピンチはいつも子供たちの現場の頑張りでなんとかなってるんですね。エヴァンゲリオンシリーズとそっくりなんですよね。大人の頭が悪いですね。で、これね、あの、シナリオのミスじゃないんですよ。あの、イギリスのドラマ、さっきも言ったように、あの、 機械者トーマスもそうなんですけど、人間のダメな部分、クズな部分っていうのをまず嫌というほど強調してから、その中でたまーに出てくる、その勇気とか覚悟っていう、それを褒めるっていう構造になってるんですね。ここら辺ですね、アメリカ映画、ハリウッド映画とも違うし、韓国映画とも違うし、日本の映画ね、少し似てるんですけど、 あの、イギリス映画の方がよりギネクレ度が高いっていうふうに言うんですかね。じゃあなんでですね、ハリーポッターはこんなアンバランスな構造なのに面白いのかですね。えー、その秘密はですね、英国趣味にあるというふうに僕は思ってます。大人は馬鹿で子供が頑張る。で、しかしこの子供も純真だから頑張ったではなくて、本質的には人間のクズなんですよというか描き方。なのに美術も衣装も小道具も もうひたすらですね、ロケも美しいですね。ルシウス・マルフォイがね、好きなんですよ。ルシウス・マルフォイっていうのは、あの、ドラコ・マルフォイのお父さん、あの、ハリー・ポッターシリーズでですね、主人公・ハリーをいつもいじめるクラスメイトのですね、ドラコっていうですね、金髪のお兄ちゃんいますね。あれのお父さんなんですよね、ルシウスっていうのは。このルシウス・マルフォイ、俺好きでですね、映画ハリー・ポッターシリーズの2作目の、ハリー・ポッターと秘密の部屋の冒頭で、 その丸ルポーイパパが出てきてですね、ハリーたちがばったり出会ってしまって、ちょっとした会話をするというシーンがあるんですけど、これがね、本当にちょっとしたシーンなんですけど、ここのやりとりがですね、ハリーポッターと映画を100%楽しむにはですね、ちょっと見逃せない重要なシーンなんですよね。シリーズを語る上で、絶対に外せないイギリスの階級社会について語ります。例えば、 別にアメリカも階級社会、日本もある,ある種階級社会、イギリスも階級社会なんですけども、差があるんですよ。それは何かっていうと、世界中でですね、イギリス以外の国は、インドがどうかないや、まあでも、イギリス以外の国はなんだかんだ言っても、階級があることは認めても、その階級はなくならなければいけないという前提なんですね。ところが、世界で唯一イギリスだけは、なんと未だに階級があるのは当たり前だ。そして、 その階級制度っていうのを我々はある、ある程度ですよ。ある程度、ある意味、誇りに思ってる。そういう節があるんですよなので、ハリー・ポッターの映画にもですね、そういう階級制度に対するそのサインっていうものが、この登場人物はこの階級に属してる。だから、こういう行動、こういう言動になるんだっていうサインがこうバン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 出てると。 そこら辺ですね、わかってるイギリス人にとってはたまらなく面白いところが、ちょっと僕ら日本人にはなかなか見えてない部分があるので、今回そこをですね、ルシウス・マルフォイとですね、ハリーのです、ね、会話を中心に解説してみました。えー、まあ、キャラクターの背後にある階級をですね、ちょっと楽しんでもらえればと思います。第作の賢者の石を見た時からですね、ちょっとね、あの、不思議に思ってたんですけども、なんでハーモニーは1年生の時友達がいなかったのか。 授業が変わるときにですね、いつも一人で動いてるんですね。いつも一人でいて、周りになんか親しく話す友達がいないと。あれ何なのかなと思ってたんですあと、なんでロンの家はロン・ウィーズリーですね。彼の家は貧乏なのかと。で、この辺の秘密っていうのはですね、実はその第2作のですね、ハリー・ポッターと秘密の部屋で、ルシアス・マルフォイが、あの、彼らに投げかける視線とか態度とか言葉でですね、実は読み取れることが分かってきました。 あの、映画の冒頭はいつもお通りですね、ハリーの居候しているですね、ダーズリー家のですね、ハリーの部屋から始まるんですよ。あの、ハリーポッターはね、2作目でいきなりね、背が伸びちゃったんですね。背、あの、背丈が伸びてしまって、あんまりね、可愛くなくなったんですけども、同時にですね、階段下の物置にはもう住めなくなったんですよ。あいつやたらせ伸びて、1年で20センチとは言わないけど、15センチぐらい伸びてんじゃないのかな。で、あの、2階の部屋の1つもらってですね、そこでに、あの、両親のアルバムを見てるというところから、 第2作始まるんですけども、その後ですね、前作でも話したですね、あの、ミスター・ダーズリーの、とのトラブルがあってですね、ロンの車が迎えに来てくれてで、ロンの家に行って、その後ですね、ダイヤゴン横丁に、まあ、新学期の買い物に行くっていうですね、こういう流れになってます。で、ルシアス・マルフォイですね、に会うのはですね、そのダイヤゴン横丁です、えー。その初登場のですね、一応今日はの、全セリフ拾ってみたのでですね、ルシアス・マルフォイの初登場、全セリフから、まああの、 架空のハリー・ポッターの世界、ハリー・ポッターの魔法の世界っていうのは架空なんですけども、それのベースになっている価値観の元になっているイギリスのですね、その階級制度というのは現実のものなんですね。 この架空の世界と現実の世界との二つをですね、繋げるようにして、まあ、あの、なんでこんな風になってるのか、なんでハーモニオに友達いないのか、なんでロンは貧乏なのかということをですね、ちょっと調べてみたいと思います。そのダイアゴン横丁でですね、あの、ハリー、ハーモニオにロンとルシアス出会うんですけども、それぞれね、初対面なんだけどね、態度の差が面白いんですよ、三人に対する。ハリーは純血のですね、魔法使い一族でですね、ルシウスにとってはですね、あの、敬意を示すべき相手なんですね。 で、ハーマイオニーはマグル、つまり魔法使い一族ではなく、所詮ですね、人間なんですよ。でもルシウスが軽蔑しているのはマグルではなくてですね、えハーマイオニーが所属しているですね、ローワーミドルっていう階級なんですね。ローンを馬鹿にしているのは、彼の家が貧乏だからじゃないんですよね。映画見てると、なんか貧乏だから馬鹿にしてるように見えるんですけど、そうじゃなくて、貧乏を恥ずかしく思ってないからなんですよ。 ちょっとね、この日本人の感覚からすると、ロンの家の方がまっとうな感じするんですね。まずくしくても家族が仲良くて、お互い助け合っててっていう方がずっといいように見えるんですけれども、その感覚がですね、貴族純血主義のですね、ルシウスにとって我慢がならないんですよね。この描写をですね、ハリーポッターと秘密の部屋のダイヤゴン横丁のやり取りからですね、ちょっと読み取ってみましょう。というわけでですね、えー、いきます。まずタイトルです。 これあのー、曇り空ですね。夕焼けの空をですね、カメラが進むっていうですね。なんかハリーポッターシリーズで一番かっこいい。僕ね、一番好きかなと思うんですけども。で、夕焼けの街をカメラが進んでいくと、どんどん日が沈んで、 で、このハリーポッターの R のところに夕日がかかって逆光になってるんですね。この時にはですね、完全に夕焼け空になって、そのままカメラがですね、あの、タンタランタ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 ラン,ンタンタンで特徴的な音楽で、カメラが進んでいったらもう夜になっていて、そしてあの、ハリーがもらった個室の窓にですね、カメラが入っていくというシーンから始まります。これがですね、えー、ダイアゴン横丁でのシーンですね。ダイアゴン横丁でですね、まあ、有名な魔法使いのサイン会の後のシーンなんですけども、サイン会やってる魔法使いはハリーを見つけて一緒に写真を撮る ですけどもこのドラコマルファイですね、えー。スリザリン量の嫌なやつです。えー、はですね、もう悔しそうに見てるわけですね。針ばっかり目立ち上がってて悔しいとかし、妬ましいって見てるわけなんですよ。で、ドラコ思わず針にですね、喧嘩打っちゃうんですよね。あのー、有名人は違うね、本屋に入るだけでなんかトップ記事になるんだ。う羨ましい格好を言うんですけども、その時にですね、横からですね、杖がぐいっと伸びてきてですね、このドラコのですね、肩をポンって叩くんですよね。 えー、よいしょ。これです。あの、ドラコのですね、ビビった顔込、コみュニケで、見てください。この背中に乗ってる銀色のものがですね、杖の先です。ドラコその肩に杖がポンと乗ったので、ちょっとビビってます。握りがですね、この蛇の形になってるんですね。口を開けた蛇の,の形になってて、ドラコが怯えて表情します。蛇というのはですね、あの、スリザリン領のシンボルであって、で、第一作でですね、ハリーポッターはですね、蛇語を話せるんですね。 ヘビ語が話せるのは実はスリザ林リ領のものだけだから、本来はハリー・ポッターはですね、スリザ林リ領に入るべきだったっていうの。まあ、ここでもこう、軽く出てくるんですけど。で,で、下にいるのがですね、父親のルシウスです,ですね。金髪というよりはもうほとんど銀に近い髪の毛ですね。ドラコ失礼をするでないっていうセリフを言っています。ルシウスがですね、息子を叱っているのはですね、あの、息子が感情をむき出しにしているからですね。ハリー・ポッターを嫌って敵対して、 なんならいじめるのも別に構わないんだけど、その時に感情をむき出しにするなって言ってるんですよ。それはミドルクラス以下の、そのローワーな階級がすることであって、自分たち上流階級には感情をむき出しにして人を攻撃するのはふさわしくないことだから起こっているわけですね。ハリーポッターとですね、ルシウスがついに会話を始めます。手を伸ばしてですね、握手するんですね。これちょっと暗くてわかりにくいんですけど、ルシウスの方から手を伸ばして、ハリーポッターにですね、挨拶をします。えー、ミスター・ハリーポッター。 正式に呼びかけます。フルネームですね。これは他の人の呼びかけとは違います。例えば、ロンに話すときは、ウィーズリー家の息子だねって言います。で、ハーマイオンに話しかけるときは、ミス・グレンジャーって言うんですね。ところが、ハリー・ポッターに話しかけるときだけは、ミスター・ハリー・ポッターとフルネームで言う。つまり、その人のですね、仮名も尊重してるし、個人名も尊重してるという意味なんですよね。ルシウスはですね、魔法界の、まあ、一応貴族の一門であって、 品格ですね。品格こそ守るべき一番大事なものっていうふうに思っていると。で品格っていうのは何なのか品格っていうのは敬意があるものにはちゃんと敬意を払って、敬意を払うべきではない相手には、まあ、冷たく接するというかですね。あの、ちょっと冷たく接すると、はっきり分けるんですね。それはね、あの、僕らにとっては、遠慮いように思うかもわかんないんですけども、例えば好きな漫画とか好きなアニメに対しては、 敬意を払って、そして尊敬すべきではない作品とかですね。なんだろうしょうもない、絶対なんかね、あのもう作るが手抜いて作ったような作品っていうのは僕らはあえて冷たい態度をとりますね。実はオタクっていうのはね、僕ね、あの前々からこれ貴族に近いなと、メンタリティ近いなと思ってたんですよ。で、それはオタク貴族に近いっていうのは昔僕行った時に 結構ね、それが誤解されてこう広まっていって、あのー、貴族趣味だみたいに言われてるけど違うんですよ。オタクっていうのは敬意を払うものと敬意を持つべきではないものっていうのははっきり分けるところがあれは、なんかイギリスの貴族に似てるなというふうに思ってたんですけどね。で、ハリーポッター家は名門なので、ハリーには自分からこう手を差し伸べてこう握手を求めるんですよ。で、ルシウス・マルフォイです。お見知りおきよ。 正確なね、挨拶ですよね。で、握手の手を伸ばして、ハリーが、握手の手を握るとですね、急にハリーをグイッと引っ張って、失礼っていうんですね。excuse me? っていうふうに。軽く言うんですけども、もう、嫌やなくハリーを引っ張ってきてですね。で、さっきの、あの、すリざりリのですね、紋章になってる蛇のですね、杖で、ハリーの髪の毛をクイッとかき上げて、ここのですね、稲妻型の傷を確認するんですね。 すごい嬉しそうに笑うんですよ。この傷は伝説だという。ハリーの傷を剥き出しにしてニヤニヤ笑うわけですね。で、嬉しそう。これをつ,つけた魔法使いもまた伝説だ。といううふに、すごい嬉しそうにするんです。で、ハリーはですね、それに対して睨み返してですね、いや、ボルデモードはただの人殺し、伝説なんかじゃないというふうに反論します。 ボルデモードはこのハリーポッターの世界観の中ではその名前を発音することも恐れ多いというふうなことでみんなあの人って言うんですけどもこの映画の中でハリーポッターだけがまああとはあのハーマー用にもなんですけど堂々とボルデモードって呼び捨てにするんですねなのでそれに対してちょっとですねえー、ルシウスはですねたじろぎますうんっていうふうに本当に言うんですけど <laughs> その名前を口にするとは勇敢だそれとも愚かかっていうふうにですね or stupid っていうふうにですね。ま、あ本当にね、こいつの口調が面白いんですけどもですね。これあの、ルシウスの態度はですね、基本的には嫌なやつなんですけども、あの、ずっと笑顔でですね、感情を出してないんですよ。で、それに対してですね、例えばハリーは敵をむき出しにしたり、まあ、ドラコンもそうなんですけどまだまだ子供なんですよね。え、これはま、英国の上流者階級ってやつなんですけど、しかしですね、ここにですね、ハーマイオニが口挟んでくるんですよ。この、 ハリーとですね、あの、ルシウスの会話の間にですね、あのー、まあまあ、ハーマイオニーに口を口挟んできて、で、その時に初めてルシウスは彼女に気がつくんですね。いるのにですね、まるでゴミのようにですね、それまで全く視線向けなかったんですよ。で、えー、そういう君はミス・グレンジャーだねっていうふうにですね、あの、ハーマイオニーの方を見ながらですね、言います。 で、ハーマヨニーにですね、なんで見ないのかというと、これがさっき言った品格なんですよ。あの、ハーマヨニーに気づ気がつかないふりをしてるんですね。つまり、素晴らしい作品だけを見てです。あの、ジャンプでですね、好きな漫画だけ読んで、好きじゃない漫画は気がつかないふりをするというかですね、飛ばす、飛ばすじゃないですか。<laughs> まあ、あの、それと似てるようなもんだと思うんですけども、でも、口を出されたのでですね、 ミス・グレンジャーっていうふうにですね、一応礼儀正しく答えるんですね。たとえマグルの娘であってもミス・グレンジャーって名字で呼ぶんですね。しかしこの子の両親はマグルに過ぎない。いわゆる人間にしか過ぎないんですね。で、この、こっからこの表情の差ですね。え、ちょっと顎を上げてですね、目を下目にしてるだけなんですけども、まあこのバカにしている感じ、口の端がですね、ほんのちょっと上がってるだけのこの演技がすごいいいですよね。ドラコから聞いている。 ご両親のこともね、っていうふうに言うんですよ。ルシウスから見ればですね、そのマグルのですね、両親で、おまけにその両親は敗者なんですよ。あの、金はあってもローアーミドルでしかないという意味なんですね。実はそのイギリスの階級社会ではですね、各階層ごとに付くべき職業、付ける職業という範囲があってですね、例えば敗者とかあと、 学校の先生とかっていうのはですね、尊敬される職業だけども、ミドルクラスの中の下の階層のローアミドルですね。自分たちは金儲けが大好きで、そして上昇志向が強い、そういう階級の象徴みたいな職業なのでですね、えーまあまあまあローアミドルでしかないと思ってるんですよ。ところが面白いことに、 ハーマイオニーの家の方が金持ちだから、ロンの家よりもですね、ちゃんと新品の教科書を買ってるんですね。ロンの家の方が家計はいいんだけども貧乏だから、あの中古の、いわゆるフールを買ってるというのも面白いです。しかしですね、こんな風なですね、冷静なこのルシウスですね、次のカットからですね、顔に怒りを浮かべます。感情が出てくるんですね。えー、ここでですね、ご両親のこともなって聞いてるときに、目線をやると、これあのハーマイオニーのお父さんとお母さんなんですね。 えー、まあ服がですね、まあいわゆるちょっといいとこのおじさん、おばさんの服着てるんですけども、ここでですね、まあヘンテコな帽子をかぶってご機嫌に喋ってるのがですね、あのロンのお父さんですね、アーサー・ウィズリーなんですよ。で、ルシウスがですね、初めて感情が動くのは、このあのロンの、えっ、ー、とですね、父親アーサーが親しげにですね、人間と話すのを見たときなんですね。で、もう、 ハーマイオニの方見てないんですよ。ムカッと話してるんですよ。マグルだそうだなっていうふうに言います。で、このムカッとしてるのですね、僕最初は、ああ、こんなダイアゴン横丁で人間がいると。人間がダイアゴン横丁で本なんかを買っている。そこにムカッとしたのかと思ったら違うんですよね。実はこの時ルシウスが見てるのはですね、ハーマイオニの両親じゃないんですよ。じゃあ何なのかというとですね、気になってるのはですね、あの、マグルと親しげに話してるロンの父親のアーサー。 彼のことが気になってるんですね。で、なんでかっていうと、このアーサーっていうのはですね、あの、マグルの文化マニアなんですよ。いわゆるマグルオタク、人間オタクでですね。人間の、なんだろうな、文化とかがすごく好きでしょうがないと。マグルのですね、ものをすぐに買いに行ったりするし、あと人間がいて、普段ね、人間って本音で喋れないんですね。自分たちが魔法使いだったら話せないんですけども、マグルで娘が、 魔法使いだったら、魔法のこととかですね、ガンガン聞けるじゃないですか、どう思ってんのとかって。なので、アーサーはすごく嬉しくてですね、こう喋ってるわけですね。いわゆる、現地人と親しくしているイギリス人を見ている気分なんでしょうかね。僕あの昔、イギリスとフランスとの違いというのを読んで、すごく面白かったのがですね、イギリス人は例えば植民地に行って、インドとかに行ったらですね、あの、現地人を差別しないんですね。その、インド人がですね、その、なんだろうな、 肌の色が違うが、言葉が違うが、有能であれば、どん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 出世させて、支店長にまでしてしまって、会社まで任せると。イギリス人は全く差別しない。その代わり、絶対にイギリスに連れてこないんですよね。で、絶対にインド人の女をですね、妻にしない。これがイギリス貴族だっていうふうに言われたんです。じゃあ、フランス人は同時が、同じようにですね、世界中にですね、植民地を持っていったフランス人は、差別するんですね。 ああもうなんかインドネシア人なんてっていうふうに言って平気で差別するんですけどインドネシアの女の人と恋に落ちて妻にしてフランスに連れて帰ってきちゃうんですよね。これがそのイギリスとフランスの違いだと。つまり、 どっちが差別的かじゃないんですよ。人間というのは多分すべて差別的なんですけど、その種類が違って、フランス人はそれでも惚れちゃって結婚するところが面白いし、イギリス人はすごい平等に扱うんだけども、絶対に自分たちの階級には入れないところが面白いんですよね。ちょっと話が流れました。で、こっからですね、標的が論に移るんですね。こうまあ、子供たちのみんなしょげた顔。こう子供たちがみんなしょげた顔してるけど、これ何かっていうとですね、えー、論に気がついて死な定めするんですよ。 で、こちらの赤毛のポカンとした表情。で、擦り切れたおさがりの教科書って、もう本当にふっと古い教科書をつ,つまみ上げてで,ですね、ロンの教科書がまあ古本であるというふうなことを言うわけですね。そういうふうにして子供たちを侮辱し出したんですよ。そうするとですね、もう思わず子供たちがしょぼんとなってきて、向こうからですね、ロンの父親が、おい、ちょっと待って、ルシウスがあそこにいるぞってガンガンやってくる。あの、観客にですね、ここにやってくるアーサーを 目線を誘導するために、ここだけピンスポットを当たっているところに注目してください。手前の照明を暗めにして、奥のアーサーにだけ強い光を当てていて、観客が間違いなく、はいロンのお父さんを怒ってます、まっすぐこっちに来てますっていうのをわかるようにしてるんですね。ここら辺のですね、その、なんでしょうね。ハリーポッターって深みがある映像を作ってる、かなりね、絵としては高級な映画なんですけども、表現は子供でもわかるように、ちょっとね、極端な、 えー、照明とか極端なカメラ使うんですね。そこら辺が面白いです。で、えー、ドラゴンのですね、父親ですね、ルシウス・マルフォイと、ロンの父親、アーサー・ウィズリーですね。こっからですね、言葉のやり取り、態度のやり取りですね。言葉は上品でも態度は起こっている。言葉は起こっていても態度は上品とかですね、ここがね、見どころになってくるんですよ。こ,この辺よく観察すれば、 ハーマイオニーになんで学校に友達がいないのかとか、ロンの家が貧乏な理由っていうのも分かってくると思います。えー、残念ながらですね、無料版はここまでです。映画のテーマである階級社会って、やっぱ日本ではね、伝わりにくいように思うんですよね。特にあの、なぜハーマイオニーの家ですね、あの、ローアーミドル階級がですね、アッパークラスからちょっと見下げられてるのか、言い方悪いですけど、ちょっと軽蔑されてるのかっていう理由とか感覚は、 日本人のやっぱりね、5、6割は分かんないんじゃないのかな。それはもう僕らの生活が、いわゆる上流階級の方々と格別されていて、そういう階級が存在するというのをなんとなく僕らも知らないままに育っちゃってるからなんですね。それはあの、僕は昔から言ってるんですけど、日本には階層はあっても階級というのがほぼなくなってしまっているという話につながります。あの、今を生きるですね、ほとんどの日本人っていうのは、 家の良し悪しを測る基準っていうのは、もうね、金持ちか貧乏かぐらいしかないんですよ。で、えー、家柄っていうのを問題にするのは、家柄を言う家だけなんですね。で、家柄を言う家ってもう日常生活でなかなか目撃しないからですね、普通の人からすれば、その人の家柄っていうパラメーターは、ほとんど意味をなさないっていうかですね、恋愛するにしても就職するにしても、ほぼその、そういうのが関係している 集団以外では意味をなさなくなっちゃってるんですね。僕は昔いたですね、あの、プラモデルの作るですね、趣味のサークルがあったんですけど、そこにですね、まあこれはあの、階級的にどうかと言うんじゃないんですけども、あの、ソニーの創業者の御曹司がいたんですよね。で、えー、まあソニーっていうのはまあ新興企業、所詮は昭和の新興企業だから名家じゃないとも言えるんですけども、 でも、その僕のいるプラモデルサークルではですね、そのソニーの音像師っていうのがえらくもなんともないわけなんですよ。で、彼が言うには、それが心地よいと。ここへ来たら僕はただ単にプラモデルを作るの、うまい下手でしか働く、<laughs> 測られないから、ちょっと楽しいっていうふうに言ってたんですけども、つまりそこ以外の場所では彼はソニーの創業者の音像師としてなんか扱われちゃうわけなんですけど、日本においてはさっき言った、 あの、階級ではなく階層しかない。つまり金持ちと貧乏しかないっていうのは、その大体ね、もうあの、似たようなものを食べて、似たような娯楽を楽しむと、せいぜいその、よく行くスーパーは成城石なのか、それともコストコみたいな業務スーパーみたいなところなのかという、まあそういう違いがある程度ですよね。あの、それだってですね、まあ、あの、成城石に行ってお惣菜をですね、あの、閉店間際に半額で買うっていう人もいるから、 やっぱりそのどこのスーパーに行ってるのかっていうのは実はあんまり決定的な違いにならない。だからそういった僕らの今の日本の価値基準に合わせると、マルフォイの家もハーマーイオンの家もどっちも金持ちなんですよ。どっちも金持ちなんだから同じじゃんというふうに見えちゃうんですね。で、そうなると、そのマルフォイの家とロンの家は同じような家柄でありながらマルフォイのところは金持ちと。 じゃあ、なんで貴族なのに金持ちなんで貴族なのに貧乏で、なんでハーモイオニーは平民なのに金持ちって、このバランスの面白さっていうのは僕らあんまりピンとこないんですよね。だから、マルフォイのパパは単に意地悪な人に見えちゃう。 ですよ。マルフォイのパパのルシウスはですね、その階級社会の誇りを背負っているので、ああいうものの言い方になるだけであって、実は意地悪ではなくて、礼儀正しい、折り目正しい人でもあるんですよね。あの、逆に考えれば、その、そういう価値観が全く合わないからこそ、映画の中にちょっと出てくるね、階級社会、 ポサっていうのを見て、いや、イギリスって変なところだな、面白いなっていう面白がり方ができればいいなと思います。USJ ですね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでもですね、まあ、最大の観光ポイントになっているホグワーツ城ですね。ホグワーツ城ってあの、あの、学校の建物にもなっているお城そのものをですね、ブラタモリっぽくですね、ちょっと解説してみようと思います。ホグワーツ城、これはあのね、スコットランドに実在するという設定になっています。で、中世のですね、廃墟です。外から見たら完全に廃墟です。 しかしですね、あの、かなり強い魔法でカモフラージュされているのでですね、普通の人間はこのお城に近づくことすらできないという設定になっていますですね。遠くに見える廃墟の城でゴシック風の建築なんだけど、普通の人が見たら廃墟にしか見えなくて、で、おまけにそれは歩いて行っても近づくことができないし、途中で何か、例えば山があったりですね、なんかこう岩があって塞がれてたりですね、ブロックされてしまうと。 で、えー、この5月上に行くにはですね、ロンドンに実在する、これはもうロンドンに本当にあるですね、あの、キングスクロスの駅があるんですけど、キングスクロスの駅のですね、えー、9番線ホームと10番線ホームの間、この間にですね、実はもう一つ路線が隠されて、線路が隠されているという設定になっています。で、こう隠されているといっても、これも異次元空間にあるのではなくてですね、このホームも強力な魔法でカムフラジージュされているわけなんですね。だから、現実世界ではちゃんと、 9番ホームと10番ホームの間に実は1本あるんですけどもこの間がこう人間にとって盲点のように見えなくなってるんですね目を凝らしても見えないし歩いて行ってもですねそこを通り過ぎてる間気がつかないというですね一つの空間がパッと両側から隠されてつながってるような状態になってるんですねで、えー、なので魔法使いですらですね、えー、あのウィーズリー家の皆さんがそうだったようにですね魔法使いですら見えないんですよ外から見たら 9番線と10番線の間の線路なので、思い切ってそこにあると信じて、9番線と10番線の間のレンガの柱の間に頭から突っ込んでいって通り抜けると見えるというですね、えー、魔法使いですら、えー、ちょっと見破れない魔法というので守られています。えー、でそこで走るですね、蒸気機関車はですね、ホグワーツ急行というふうに呼ばれてますねあのあの。魔法でコントロールできる乗り物の一つでですね、魔法でコントロールでき,できる乗り物というのは実は割と少なくて、 あの、近代科学とですね、相性が悪いみたいなんですね。だから、蒸気機関車とかですね、せいぜいガソリン自動車ですね。もう電気自動車はダメなんですよ。あの、ハリーポッーの世界で本当に使えないんですねて。てか、走ってるんですけども、魔法使いが愛用するにはですね、新しすぎて、多分あの、別の神様の なんだろうな <laughs>。扱い領域になってるのかわかんないんですけども。だから、それ以上のテクノロジーというのはですね、北グ近辺ではですね、ほとんど、まあ、あの、使えない。なので、ハリーポッターたちはですね、スマホも持ってないですし、パソコンもですね、持ってないので、スマホなしで北グワー旅行行くんです。北グワの中にはテレビもないのでですね、外部の情報というのは全て、なぜか新聞で得ているというですね、そういう不思議な世界です。ただ、その新聞の中の 写真とかは魔法の力で動くというですね、まあ中途半端なですね。まあこれもまあ僕がよく言っているイギリス趣味ですね。あえて不便を楽しむイギリス趣味というやつだと思います。えーホーワーツ休校はですね、まあ大体あの朝一番に出てですね、ホークワーツに着く頃には9月の新学期でですね、もう到着したら周りが真っ暗になっているから、おそらく12時間ぐらい乗ってるんだと思います。これはね、イギリスでですね、スコットランドとかですね、あの辺りに行くですね、路線であるんですよ。 ロンドン発、えー、パディントン駅発、16時間後着とかですね、途中に駅2つとか3つっていうのは、もう時々あるんですけど、まあそういう路線ですね。で、ホグスミード村にですね、えー、着きます。ホグスミード駅っていうのが、えー、ここですね。これがですね、まあ、これ北グワー急行で、ホグスミード駅に着きます。 で、これがあのホグ、あのー、ホグスミード村っていうですね、世界で唯一魔法使いだけが住んでいる村なんですけどもですね、つまり、このハリーポッターの世界ではですね、魔法使いっていうのはほとんどが僕らの住んでいる現実世界で生きてるってことなんですよ。世界で唯一、この人口500人ほどの村がですね、えー、魔法使いだけで住んでるということは、 えー、魔法使いっていうのはほとんどが僕らのこの現実世界に生きているとでしかし彼らのですね住んでいるところとか働いている場所っていうのはあのダイアゴン横丁のようにやっぱこれまた同じくですね魔法の強烈なカムフラージュで隠されてるんで,ですね外から見るとまあ見えないかもしくは普通の建物みたいに見えちゃってるわけですねホグスミード駅からいよいよこのホグワーツ城へ向かうわけなんですけれども経路が2つあります 一つ目の経路はですね、馬車に乗って、ここからですね、馬車に乗って、ホグスミード村を通って、まあ、この、多分この外側の点々がそうなんですけど、ルートを通って、で、このホグワツ城の正面玄関ですね、ここに入っていくというですね、こういうルート。これがですね、あの、2年生から使うルートですね。1年生は使わないです。1年生だけはなぜか、ここの船着き場からですね、出発して、で、えー、この、 え、湖を渡って、ここの城のですね、船着き場に入って、で、こっから上へ上がっていくと、長い階段上がって上に上がっていくということになっています。これなぜかっていうとですね、この途中のですね、え、道もですね、かなり強力な魔法の結界が張られてるんですね。なので、2年生以上になって魔法の体制っていうんですかね、いわゆる、 高山病みたいなものにかかってですね2年生以上になるとそれに耐えられるようになっているのでこの馬車道を通っていけるんですけれども、えー、1年生のです、ね、耐性がない時にはこの湖から船に乗ってでこの城の中に入っていくとでこの辺りの設定はです、ね、小説に書かれてなくてあの映画の制作者がです、ね、このホグスミード村とあとその城の配置ってどういうふうになってるんですかっていうふうに聞いたらですねあの著者の JK ローリングがです、ね、その場で 適当に近所にあった紙にパーッと書いて、こここうなって、こうなって、こうなって、ここの位置こういうふうになって、で、ここはなんで通れないかと、こういうふうになってるのという,うに、その場で設定をうわーッというふうに言い出してみんなびっくりしたそうですね。あの、作者が、あの、思っていることは全部小説の中に書いているのかと思ったら、そうではなくて頭の中にまだいっぱい設定があって、で、その中でかなりね、綺麗に整合性が取れている、辻褄が合っているということに映画のスタッフは驚いたそうです。かなりね、これね、正確な ペーパークラフトです。3000円ぐらいだと思います。縮尺がですね、これで、あの、大体ですね、300分の1です。で、敷地含めるとですね、かなり巨大です。郊外にあるショッピングモールぐらいのサイズだと思ってください。このホグワーツ城いわゆるあの、ジャスコ大英みたいなですね、あれぐらいのサイズだと思ってください。東京で言うとね、だいたいこの端からこの端までが、 そうですね。250メートルぐらいですか。ほぼですね、新宿駅ですね。新宿駅の周りのですね、あのデパート群を含めた全部、あれとまあ大体同サイズぐらいだと思ってください。それぐらいのスケール感です。で、見てお分かりの通り、えー、ゴシック建築というやつですね。僕らの現実世界で一番大きいですね、ゴシック建築。まあ一番高いって言うべきかな。高いゴシック建築は、あの、ドイツのですね、ウルム大聖堂というですね、 え、やつなんですけど、それがね、161メートルかな。それが世界で一番でかいんですけども、あの、ウルム大聖堂よりもですね、このホグワツ城というのは、設計施工がですね、400年ぐらい前なんですね。ウルム大聖堂はですね、1300年代なんですけども、これがですね、できたのが、10世紀の半ばですね、900年代。 なんですよ、確か。だから、まあ、多分設計からですね、始まったら100年以上かかってると思うので、西暦8 0 0何十年ぐらいから作り始めて、西暦900年代にできたぐらいだと思います。あの、ウィキを見てもですね、魔法で作られた後は書いてないんですね。 4人の魔法使いと建築家によって作られたってあったのですね。城自体を作るのはですね、まあ、多分その、妖精みたいなものを妊婦として使ったかもわかんないですけど、あくまで人間のテクノロジーで,ですね、城の形になってると。ただこの防衛とか仕掛けっていうのは魔法でやってるってやつですね。高さね、これあの、多分戦闘の一番上の先まで90メートルぐらいなんですよ。ただこのお城自体がこのお城の高さと同じぐらいの 丘の上に乗ってるんですね。だから、ここがですね、地面だとすると、まあ、大体ですね、その、こんな、こんな高さにこう、あるわけですね。この下が全部丘になってると。そういうふうなですね、あの、感じでできていると思ってください。特徴はですね、なんと言っても、まあ、この、ここに見えるですね、えー、大広間ですね。みんなが、針たちが食事する大広間なんですけども、ゴシック大聖堂のですね、あの、メインの聖堂部分と同じようなデザインですね。 これとですね、あと、このでかいですね、塔ですね。このでかい塔がですね、特徴です。えー、こちら側にですね、レゴで作ったですね、あの、ハリーポッターの塔のですね、これあの、半分だけ今日持ってきました。あまりにもでかくて重いんですよ。だから半分だけ持ってきましたですね。この大広間がですね、あの、スリザリンとかですね、いろんな量ごとにテーブルが分かれていて、ご飯を食べる場所です。で、ご飯が終わると、この、 えー、塔の中の階段を登って、で、この階段が、まあ、あの、通るたびに、こう、くる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 、場所が変わってしまうので、ね、どこに行くかわからないというですね。これはこれで魔法迷路に、ちゃんとなってるわけですね。この後、この上に上がっていって、他の建物に繋がっている通路を通っていって、みんな、あの、各自分の住んでる寮に向かうわけです。で、さらにこの塔を上まで登っていくと、えー、ダンブルドア校長のですね、校長室があると。 ま、この校長室の横にあるこの3つの塔というのは天文台というかですね、あの望遠鏡とかが置いてあるそうですけどもですね。まあ、よくわかんないんですよね、この辺が。僕もね、かなりあのいろんなもん調べたんですよ。まず基本的に日本で出てるハリーポッターの研究所とか本とかですね、図鑑みたいなものは、 公式のものからですね、非公式にですね、まあいわゆる謎本程度的に売ってるものを含めても全部調べましたし、あと海外のサイトでホグワーツ上のですね、間取り配置とかを書いてる人がいるんですね。それも見たんですけども、やっぱりみんな書いてることが違うんですよ。で、ローリング自体もですね、はっきり書いてないんですけども、ただ、こっちの向けで説明しますとですね、えー、これ真上から見て大体まあ、この上が北になるんですね。で、この西島と言われるちょっとこの低いと、 これがあの、レーブンクロー寮です。レ文ブンクローの人たちがですね、住んでる寮で、これがね、最も見晴らしがいいというふうに言われてるんですね。で、えー、なんで見晴らしがいいのかというと、これが湖に面してるんですよ。だから一番見晴らしがいいと。で、ハリーとかが住んでいるのはですね、東島なので、おそらくこれなんですよね。これの5階ですね。ハフルポフはおそらくこの塔だと思います。あまりこれ書いてないんですけど、だから、この大広間で食事をして、中を通って、 このでかい塔に入って、で、この中でですね、階段を上っていって、このいくつかのフロアの中の各寮に行くと。でスリザリン寮だけは、この地下にあるですね、地下室みたいな、もともと地下廊だったところがですね、リビングになっていて、まあみんなの共通の書斎ですね。でその後湖の下にまで潜っていく、 え、地下通路があって、その中に寮があるという設定になっているそうです。実際他にこの中にはですね、あの農地もあれば、果樹園とかですね、あと野菜畑もあるという設定になっています。これはもちろん、その最終的にですね、これが魔法使いの防衛拠点になるからですね。世界唯一の魔法使いだけの村がなんでホグスミードにあ,あるのか。その近くにあるですね、そのホグワズ城っていうのがなぜ隠されていて、 魔法防衛されていて、さらには内部にですね、あの最低限の生活ができるような畑までもあるのかというと、それはもちろん何かとの最終戦争ですよね。まあ、んかそれは悪い魔法使いかもわかんないし、ひょっとしたらマグル人間との最終戦争を考えたものかもわかんないです。えー、まあ、ウィキによるとですね、北伐城は、 地上7階建てのですね、魔法で支えられた建物であり、複数の塔と、えー、奥深い力を合わせると、142のですね、階段が存在すると。まあ、142段じゃなくて、142本の階段で繋がれていると。で、中世初期993年頃に、建築家と当時の最も優れた魔法使いたち、ゴドリック・グリフィンドールですね、ヘルガ・ハッフル・ポフ、あとロエナ・レイブン・クロウですね、サラザール・スリザリンによって建設された、さっき話したやつですね。 城内には世界初の魔法学校と言われるホグワーツマ、魔法魔術学校があるというふうにですねえー。w i には書いてあります。でまあ、4人の魔法使いがまあ、建築家と一緒に作ったホグワーツ城です。けども、こういうのを見るとですね。僕が思うのはなぜ4人の魔法使いがですね。学校を必要としたのか、なんでこの学校を作んなきゃいけなかったのかというところがですね。面白いと思うんですけども、これね。あの多分ね。 流れがあるんですよ。ちゃんと、イギリスのですね、あの、歴史と関係しててですね、カソリック教,教皇のグレゴリウス一世という人がいます。6世紀末の人ですね。その人がですね、アウグスティヌスっていうですね、一人のですね、青年をですね、イギリスに派遣しました。 この人がですね、カンタベリーでですね、イギリス最初のですね、制度を作り、カソリック教会を作ったので、まあ別名、カンタベリーのアーグスティンスと呼ばれてるんですけども、これがですね、西暦596年ですね。本当に6世紀の終わりなんですよ。で、カンタベリーのアーグスティンスがですね、イギリスで最初のカソリック教会を作った。これによってですね、イギリスでカソリック教がですね、広まったわけですね。で、イギリスでもともと土着であったケルトっていうやつなんですけども、いわゆるイギリスあたりに住んでた人、ドイツから、 フランスの田舎までも全部ケルト系というふうに言われてるんですけど。 そこにですね信じられたものがローマ帝国がどんどん伸びていくことによってケルト系のですね文化というのはどん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 廃れていくまたはね吸収されていくんですイギリスト教にブリテン島にはですねまだ残ってたんですけどもところがそのカンタベリーのですねアグスティンスがですね教会を作っていってそれで信仰組織というのをどんどん広げていったことですねイギリスでもですねどん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 田舎田舎へとですねケルトの文化を追いられていったわけですねケルト文化っていうのはですね 以前崇拝のですね。多神教なんですよ。まあ、ローマ教を引き継ぐですね。多神教なんでやっぱキリスト教と相性が悪いんです。迫害されるんです。で、おまけにです、ね。教えを文字にしなかったんですね。テキスト化しなかった。全部ね。口伝のみ。 聞いたのは頭で覚えてそれをメモしちゃいけなかったんですね。ケルトの宗教っていうのは。そのためですね、大体このケルト文化というかケルト教のですね、すべての重要なですね、教義を理解するのに、大体ね、20年以上かかるというふうに言われたらしいんですね。だからもう本当に一生かけて覚えて、 一生をかけて伝えるような宗教だだそれがケルトだったんですよでそのためにですねキリスト教が来てでキリスト教がまずテキストで本体の宗,宗教を残しておいて夜明けにそれを絵にしてもともとは禁止してたんですけど、ね、絵にしてそれを説明的に民衆に伝えたおかげでですねどん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 ケルトは廃れていって、まあ、滅んでいってしまったと。と現在でもででもすすねねケルトのです、ね、そのそ正しい どんな宗教だったのかっていうのをですね、ほとんど分かってないんですね。ハリー・ポッターの魔法は、すいません、やっと戻りました。ハリー・ポッターの魔法は、このケルト文化が大元のです元ネタになっています。 カンタベリーのですね、アグスティンスがですね、カソリックを伝えたときに、イングランド本土ではですね、カソリック化してしまってですね、ケルト文化は北の壁地であるスコットランドですね、スコットランドの方へ追いられました。なので、えー、ホグワツ城というのはですね、スコットランドのハイランド地方にあるんですね。JK ローリングがですね、ホグワツ城どこですかというふうに聞かれたときに、最初に、あ、それスコットランドよというふうに答えたのはなんでかというと、もちろん彼女のイメージの中にはですね、ケルトがあったんですね。ケルトと同じように、 カソリックね、ハリー・ポッターとカソリックって、やっぱ相性悪いんですよ。これね、ネットニュースにもなってますし、あといろんなブログでも書かれてるから知ってる人多いと思うんですけども、今まで何度もですね、カソリック教会ですね、ローマカソリックはですね、ハリー・ポッターを子供に読ませるなというふうに言ってるわけですね。あの、それはなんだ、なんでかっていうと、 カソリックではですね、魔法を否定してると、存在を否定してるし、それをもし使う者がいたら、それは悪魔の使いであって、光のカソリック、あの、神ではないというふうに言ってるんですよ。ところが、ハリーポッターを読んだ子供たちっていうのは、まず魔法というのが正しくて、 で、ハリー・ポッターの中には神が出てこないわけです。悪魔は出てくるけど、神は出てこないっていうんですもう先週も言いましたけど、本当に日本型なんですよ。日本のですね、ロボットアニメとかの文化と全く同じで、この世の中に巨大な悪はあるけども、なんだろうな、あの正義の神は存在しない世界観でできてるんですね。なので、割とね、カソリックの方は、ハリー・ポッターは、まあね、最近のカソリックね、ローマカソリック喧嘩しませんからですね、あの、 読むなとは言わないんですね。ただ、えー、過激なですね、カソリック信者の間でハリーポッターの本をですね、えー、燃やすっていうですね、文書というのをやってるところがありますし。で、まあ、あとカソリック、ローマカソリックは公式にもですね、えー、低学年の子供にはもう読まさないでくれというふうに言ってますんですね。 なので、ホグワーツ城というのはですね、当時ですね、10世紀前後ではですね、まだカトリックの手が及んでなかった、スコットランドの方へですね、城を建てたわけです。で、スコットランドにですね、あの、追いやられたですね、もともとイングランドに住んでいたケルトの魔法使いたちはですね、自分たちの文化がカトリックによって吸収されてしまう。サンタクロースにしても何してもですね、イースターもそうですし、あとはハロウィンもそうです。そういうですね、 キリスト教的な文化っていうのはもともと土着の宗教だったものをキリスト教が吸収しちゃったんですけどもですね、そういうふうにですね、ケルト文化も吸収されてしまうことを恐れてで,ですね、何をやったか。これで魔法学校を作ったわけですね。で、なんでかというと、カンダベリーのですね、アグスティンスがやったことも、997年に キングスカレッジというです、ね、イギリスで最初のパブリックスクールというかその頃はグラマースクールって言ったんですけど、ね、教会が作る学校でグラマースクールとソングスクールかな、2種類あってですねソングスクールの方は賛美歌を教えるこれは民衆に広くカソリックを親しみやすいよっていう風な感じで売り込むための学校ですもう一つのグラマースクールグラマー文法のスクールってのは何でかっていうとラテン語を教えるつまり、えー、聖書を読めるようになって で優秀なです、ね、キリスト教の、まあ、伝道師になってくれというようなそういう風なコンセプトで,です、ね、イギリスにです、ね、最初に教会を作った時に同時にです、ね、学校も作ったんですね。これ以後ですね大体500年ぐらい学校運営というのはヨーロッパ世界ではですね教会の専人事項になります。 なので、教育といえば教会だったんですね。教会で物事を教わるというのが当たり前の時代が続きます。ホグワーツもですね、同じようにですね、自分たちの持っている文化が失われてしまう。それは魔法だけではないんですよ。魔法を使う文化ですね。ケルト文化みたいなものがですね、すべて失われてしまうことが、まあ、本当にすごい危機感があったんですよ。で ホグスミード村を、です、ね。一箇所だけとりあえずその文化を完全に守ってる場所を作って、ホグワツ城というのを作り、そこで魔法魔術の世界観と同じく文化というのを教える学校というのを作った。これも キリスト教とですね、完全にシンクロしてるんですね。キリスト教がそんなことをやり始めたのでですね、仕方なくですね、北斗城も作られたということになっています。で、なんでこの城がゴシックなのかっていうですね、ところに戻るんですけども、表面上はカソリックを装うためなんですね。表面上はカソリックを装って、その中に錬金術を知恵を仕込むと。 そのためにゴシック建築が使われたと。これ現実の本当の話なんですけど、世界中のですね、ゴシック大聖堂はたいですね、錬金術の秘密の隠し場所でもあったんですよ。同じようにですね、あの、多分ハリー・ポッターの小説内世界ではですね、あの、世界中のゴシック建築っていうのは実は魔法世界のキーアイテムというか、隠し場所になってるんですよね、情報の隠し場所。この現実のですね、ゴシック建築が実は中世の錬金術者たちの 情報の隠し場所として使われてたっていう話はですね、2017年の6月動画のゼミで話してます。ゼミのですね、第182回、2018年2月25日のゼミ219回で、割とね、細かくこういう論拠でっていうので話してます。以上2つのゼミを参考にしてみてください。<laughs> 質問とかですね、意見とかですね、これ違うよっていうのもどんどん書いてください。あの、 この岡田敏夫ゼミっていうのは基本的にゼミが本編だとしたらですね、そのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですね。ぜひともコメント欄を見てですね、参加したりですね、自分で質問を書いたり、あと質問を見た人で答えられる人はですね、ちょっと答えてあげてください。よろしくお願いします。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。